谷口がもう一回冷静に左を使っていきました。ここで素直りが今フリーでボールをもらって、さあ加藤とのマッチアップ、素直り上げてきた、素直りだ、ヘディングはぶっと、やはり来た、やはり来た、染谷和樹、鳥取戦で通算これが3ゴール目。手を叩いて冷静に吉田監督喜んでいます。やはり来た染谷和樹、去年に続いてこの鳥取戦で、しかもこのトリキンバードスタジアムでゴールです。ヘディングで隅に来ました。ドンピシャドフリー。